初めてね、4月にね、強しが来た時どんな感じだった？可愛いな。可愛いなと思った？トミちゃん怖くない？うん。家で待ってる。国際交流基金主催 JFF プラスインディペンデントシネマをご覧の皆様こんにちは。えー、本日は配信作品、うん、夢は牛のお医者さんから時田義明監督をお迎えしてお話を伺ってまいりたいと思います。監督どうぞよろしくお願いいたします。 ままずその新潟といいうう土地を少しししお伺いしましょうか、はい、日本列島こう、長いんですが、はい、大体真ん中くらいの,、ええ、あの中国、ロシア側の日本海に面したところで、もしかしたら北海道よりも降る雪が多いところかもしれませんね、はい、地形上。ええ、雪も多くて、水も豊かで、はいあのえ、日本の中では一番の米どころ。はい お米が一番有名な美味しいところお米も美味しくてお酒も美味しい,い美味しいです。はいしい <laughs> ですね。はい、監督がともみさんに出会われたといいますか長い彼女の人生と関わりを持たれたのはいつかからだったんでしょうか当時あの20代後半で報道、はいえー、部に配属されて最初の年に、はい、あの山の小さな小学校で、はい、あの牛を飼ってるよって話題を聞いて、はい、あそれは面白いっていうことで取材に行ったのが。 そもそものきっかけだったんですなるほど。あの、どうしてこんな幼少期間の映像が残っているんだろうと最初思ったんですけれども、はい、最初の取材時から監督は関わられていたわけですね。はいで,すねはい、で、特にあの、牛の卒業式がありましたが、はい、僕はあのその場にいてすごく感激して、はい、素晴らしい学校だなと思った一方で、はいあの、地元の府警さんが言うには、はい この学校児童がまた少なくなって4年後に廃校になる、うん、と言うんですよ。うんはい、それであのじゃあ4年間廃校まで密着取材しよう。なるほど。これがあの長期取材のきっかけになって。はい。もとあの、えー、牛を飼ってた頃にともみさんがあの牛のうささんになりたいって本人は言ってたんですよ。ええええ。可愛い,い夢だなと思っていただけで、はい、特に声でその牛のうささんになりたいっていうのを 撮ったわけではなくて今なって撮ってればよかったなと思うんですがともみさんの夢のことはまあ主題ではなかったなくて平、ええ、行までということだったんですがともみさんが小学6年生になった時に将来の夢というところに「獣医さん」って書いてあったんですね。あこの子夢が変わってないやと思ってちょっとドキドキしだしたんです。 で、廃校になった、なってい、一旦そこで一つ番組が作られた後も。ともみさんを、こう取り続けた。はい。ですよね、はいえ。あの、やっぱり、あの。じいさんになりたいっていう夢。はい、もしかなったら、すごい話だなあと思って。うん,う,んう,んうん。を学校で買った女の子が、牛のじいさん,なん、はい。はい、なんか、そうなったらいいな。えって、思ったもんで。と、ええ。ええ ちちょくちょくく連絡入れたり、はい、あの家に遊びに行ったりもしてたんですね、はい、テレビ局に勤められていて、はい、ただその番組としてではなく個人的につながりを保っっていったんですか、はい、えあの実は僕の家族も連れて遊びに行ったりとか、えー、あ,のあとはあのお父さんと年が近くて話が合うもんで<ぁ>それであの。 時々泊まりに行って一緒に酒飲んでたりしたんですが後で聞いて笑ったのが「友美さんは僕のことを親戚のおじさんだった」と。親戚のおじさんほとんど同じようなものかもしれませんが「今日はカメラ持ってないや」つじゃあなんだただ飲みに来ただけか」い。あ、今日はカメラ持ってる何撮るんだろう」とか映画を通じて彼女の強靭な意志の力が我々を感動させるわけですけれども中学、 ぐららいからやはりこの子はちょっとただのではないぞというような印象はお持ちだったんでしょうかそうです、ね、あの後で聞いたんですが小学校当時の、えー、先生に聞いたら、はい、成績はどうだったんですかって聞いたらまあ普通だったと。でもやっぱりあと国立大、うんはい、特にあの岩手大学の獣医学科っていうのはまあ相当倍率も高い、はい、ところですが。 ストトレーに入ったのはすごいな確かに僕もそう思います実は彼女が高校進学校に入った時は成績順に5つのクラスに分けるんだそうです ABC でいいのなるほどはいで友美さんは入った当時は E クラス1番ですいいクラス5番目のはいで先生から言われたのは国立の岩手大は難しいん。で彼女は あの、じゃあ、高校3年間、テレビを見ないで勉強する。あれがすごいです。高校生でテレビ見ないって、ちょっと、ね。そうやったんですよ。すごいですね。ただ、週に1回、実家に帰った時は、ちょっとテレビ見たとは言ってました、はいあ。なるほど。でも、下宿の部屋には絶、まあ、テレビがなくて、はい、高校3年間、まさにテレビを見ずに、勉強した結果、高校、はい、3年の時になったら、彼女、A クラス。A クラス。すごいですね。A クラスのさらに、 中のトップ15人の一人、はあ、まあ東大に入れるくらいな学力にまで上がったのを聞いて、びっくりしちゃって、人間やればできるってよく言いますけども、えーえー、これほどまでと、ますますあの彼女が夢に近づくのが、なんか自分自身でも確信を持ったような気がして、それでさらに追っかけようと思ったんです。 要所要所でテレビ新潟では放送をしていたんですかえ、あの、してはいましたが、はい、最後のあの、あの、いわゆる下宿先で勉強してるところと、はいはい、あの、大学、あの、受験に臨むし、あれ取るときにともみさんと一つ約束しまして、ほうほうあの、試験に落ちたら放送しないでねってああ、そうか。そうか。 はい。そうなんですよ。<laughs> はい。だから、あの、大学の合格通知の伝報が届くね。あったって言ったときに、はい、僕もまあ、実は陰でボロボロ泣いていて。はい。あの、よかったねという気持ちと、やっと放送できる気持ちと、<laughs> 両方ですかね。そうですよね。はい、まあ、監督も並走されていて、<laughs> どの時点で、これは一本の長いドキュメンタリー映画に、 しようというような構想が生まれ始めたんですか獣医師の国家試験に、はい、合格して、はい、そして就職始めたあの最初の月に取材して、はい、あの実はあの当時の日本テレビ系列の番組で、うん、ズームインスーパーと、はい、いう番組があって、はいあの、朝の全国放送なんですが、はい、その中で20分という長い時間をいただいて、はいあの 獣医師になるまでの16年間の軌跡というのを放送したんですね。はあ、なるほど。はい。なるほどそして、その時だったと思うんですが、あの、放送の最後に、ともみさんの夢が叶いますゴールしました。はい。みたいなことを、はい、た多分僕がナレーションで書いたんですよね。ところが放送終わった後にともみさんから、ときたさん、違いますよ。ゴールなんかしてませんよ。 やっっっとスタートラインに立ったばっかりなんですかなるほど素敵ですね、えー、映画の中でもね<え>あのゴールではないスタートだってその言葉が僕をそのままナレーションにしたんです、ね、はい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 でじゃあ友美さんあの夢のゴールっていつ、うん、って聞いたんですよ、うん、そしたら彼女は「ゴールはないかもしれないけれども早く一人前になりたい」はいはい「じゃあ一人前になるにはまああと」 10年は頑張んないとダメかなっていうことで、うんうん、じゃあもう10年取材付き合ってもいいって言ったのがそのそのあの10年のプロの獣医としての活動を通じて非常に得るものが我々も多いですしいわゆる家畜獣医という命の値段を決めなければいけない仕事と、はいうことで。 が非常に発見でしたし、映画としても大きな主題をそこで持っていくわけですよね。これは監督にとっても一つ発見だったんではないでしょうか。獣医師になってからの10年間をどう描こうかって考えたときに、はい、実はあの、大学の合格発表の電報のシーンで、実はあの、映像には映ってないんですが、はい あの配達してくれた郵便局員さんのお話がちょっとあるんですが<ー>郵便局員さんが配達に来る前日に地元の郵便局に電話して明日あの地区であの電報を待つシーンを、はい、あのテレビで撮影したいと。はいはい、なので配達する途中にテレビ局がいても<あ>いつも通り配達してくださいねって前日 <laughs> 郵便局にお願いしたんですよ。<ー>そして トムさんが電報開いてあったっていうあのシーンの時に僕は玄関先にいたんですがあよかったよかったと僕ボロボロ泣いてたら隣で話すする声が聞こえてすり向いたら郵便局員さんもボロボロ泣いてる。でお互い「よかったですね」っつってそしたら郵便局員さんが「いやテレビ局が取材に来る手紙ってどんな手紙なんだろうだからちょっとこっそり見させてもらって、うん。<laughs> いや嬉しいと。はい、この仕事やっててよかったんです、はあはい、それを聞いて、何<え>だろう。働く意味、うん、職業を選ぶ意味、うん、そして働く目的、喜びですかね。そういうものを獣医師になってからのプロになるまでの10年間で、はい、なんか描けたらいいなぁ、うん。 そんなふうに思って、はい、それをあの柱にして、取材してみようとなるほどいうふうに思ったんです。はい、あの、こう、えーと、家畜は経済動物であるという発言を、監督は <laughs> どのような思いで取材されましたでしょうか。そうですね。えー、言われてみれば当然なんですよね。はい、ええ。あの、ウルメダン以上の医療、治療は。治療はできない。できない。はい。 あの活動を追っていくうちに頑張れば助けられるんだとところがやっぱり治療と時間がかかって、はいえー、そうしたら肉売った時の肉の値段よりも高い治療費になってしまうはい、はい、そうなるだろうと分かった場合は、うん、いち早く飼い主の農家さんに行って、うん、頑張れば助けられるけども、うん、お金がかかるんで、うん、この辺で 症状が重くなる前に肉がまだついてるうちに出荷しませんかっていうアドバイスを送るというのもこれも家畜専門のの獣医の仕事だなだからもう彼女は最初本当牛が可愛くて可愛くて牛のお医者さんになりたいと言ってたのがやっぱりあの農家のことを思ってえークールに判断して。 的確な助言をするこれぞやっぱりプロなんだない。監督も10年間並走されて彼女の一人前になっていく姿をずっとご覧になっていてどんどん頼もしくなっていく感じでしたか本当頼もしい感じがどんどん増していくんですよねはい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 のいのいのいはいはいのいは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 いあれもあのい牛が 生まれた瞬間、どさっと打ちますよね。はいはい、実は、あの、親、親牛がくるっと頭を、はい。ともみさんに向けるんですはい。実は、ともみさんを押そうとしたんです、はい、要ああ。は、牛を守るためはいはいはい。<ー>その瞬間、ともみさんがさーっとこう逃げる。はい、あの映像をもう一度見てもらうと、はい。素晴らしい反応を見にこなしだな。はい。いはい、あと、暴れる牛にこう、そうです。注射を、はい。打つのも、あの小柄な体で、 あのすごく対応できるんですよね。あれ見て見てる側としては素晴らしいエンディングだなと思って見ていたんですけれど、はい、監督もあのシーンが撮れて、はい、この映画は完成できるぞというような感触はあの時あったんでしょうかありましたね、えー、ありましたし最後にあれが欲しいとも思ってたんであのともみさんにあの 出産が一週間遅れてる医師がいるけども、はい、もう明日あたり間違いないですよって言われて行ったんですよ。うん、はいはいはい。ところが生まれなくて。寝ずの晩の時も当然監督もいらっしゃるわけですもんね。はい、そうなんです。で、あのー、まあ、徹夜の取材一回で終わりだなと思ってたら、二日三日経ってとうとう宿を取って、<laughs> 近くに宿を取って、はい、これ三日目の 早朝に生まれたわけですねやっぱり彼女のプロらしいところ親もびっくりするようなプロらしいところお母さんがこうお母さんに指示してましたよねまだまだごき合わせてそうい。お母さんおろいろい。あの何十年もだったお母さんでさえやっぱりそうなるのをもうねえ位になって10年の友美さんが。 ピシッとこうて、はい、お父さんもこうやってただ見てるだけでしたもんね <laughs>、はい。いやー、本当に感動的というか、はい、あの、ご両親もさぞかし誇りに思っていらっしゃるだろうなとう。はいはい、この映画完成したのが。2014年。14年。はい、あれから、 えー、8年ほど経ってるわけなんですけれども、はいはい、それ以後、も美さんとの付き合いは、はい、いかがな感じなんでしょうかそうです、ねはい、なるべく僕としてはあのプライベートはそっとしてあげたい、はい、逆に映画で有名になっちゃったもんで街で子供連れてスーパーで買い物をしてても、はい、いろんな人に声かけられるんです。はい、そうすると例えば お刺身2割引きとかっていうのをう見てるのを「あとも美先生」なんて言われて「<laughs> あこんにちは」って <laughs> <laughs> なんか彼女も地元で苦労されてるというふうなことを聞いてましたし、はい、たまにあの小学校とか中学校とかであの上位会があった時に2人で呼ばれることもあるんですけど、ね、それで時々会ったりして「元気?」っつって。はい今 もう今ももババリバリでででやっておりますんで頼もしいですね、はい、一般の方で小さい頃から25年以上にわたって大人になるまでを描いた映画っていうのはちょっと他に想像がつかないぐらい稀うな作品だと思うんですけれども、うんはい、改めて監督がこの作品を振り返るとどのような思いが巨来ししますすででょうかそうかそね、えー、僕なんかルーズな人間ですから <Yeah. S 2> あの多分 他の題材だったらこんな長く続けられなかったと思うんですよね。うんうん、ところがこの作品は、頑張ってる本人を取り見つけて、うん、こっちも頑張んなきゃって思わせるんですよね。だから、いや、今度は自分が頑張ろうって思ってる、頑張ろうって思わせられた一番最初の人間なんですよ。<laughs> だから、彼女の頑張りで引っ張られて完成した。 映画だと思ってます。うんはい、はい。たまたま僕が、あの、巡り合って、ちょっとしつこく追ったくらいなもんで、<laughs> 本当に彼女の頑張りが実を結んだ映画だなと思ってます。本当に素晴らしい作品を届けてくださいまして、ありがとうございます、はいはい。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうました。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。